今日、東京都では過去2番目の多さとなる944人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。小池都知事は改めて静かな年末年始を過ごすよう、強い言葉で呼びかけました。今日行われた東京都の会見。小池都知事は危機感をあらわにしました。 年末年始のここで感染を抑えなければ、私たちはますます厳しい局面に直面をする。え、そして緊急事態宣言の発出を要請せざるを得なくなる。こうした事態をぜひとも何としても回避しなければならないのです。この年末年始、静かなお正月、家族でホームステイ、よろしくお願いを申し上げます。今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は、 944人過去2番目の多さです年代別で見ると20代が最も多い249人次いで30代が178人でこの2つの年代で全体の4割以上を占めています重症者は前の日から1人増えて85人緊急事態宣言の解除後最も多くなりました